高賀三郎木内家殺人事件村の鉄人若い地主の木内信夫が春陽4月10日に第30回の誕生日の祝いを家族と共に元気をくすませてその夜からが前行方をくらましたということは 村中の人をひどく驚かせた誇張して言うならば村民は一同色を失い仕事も手につかないという状態だった信夫は東京帝大の文化に在学中に父を失って卒業すると同時に村に帰って家業を継いだ無口で温厚な学者肌の人間で農家の仕事によく理解を持ち口には出さないが 小作人たちをれみ村のことには惜しまず金を出したので村の活号の的であった。ことに農家の出にしては色白で聡明そうな広い額を持ちじっと物を見つめるような考え深そうな目は冷たく感じるよりはかえってあふれるような温かみを見せていたので村の娘たちは全てが信夫を恋人にし道ですれ違うだけでももう胸をわくわくさせ もし言葉でもかけられれば気が遠くなるほどで彼女たちの何よりの話題がどこのいかなる女性が信夫の妻になる幸運をつかむであろうかということであった信夫には家出をするような理由は全然なかったそれは信夫を知っているすべての人に信ぜられたことだった木内家の発表によると信夫は誕生日の前二三日 風気味で別邸の方に引きこもっていた別邸は「伊豆谷村」と仮に呼んでおこう位置は東京府と神奈川県との間を流れる多摩川を神奈川の方に渡るともうあまり遠くないところである読者諸君が勝手に想像されるのは自由であるが地図上でそれを確かめられようとするのは無駄のことでありまた万一同盟の村が発見されたとしても それは全然関係のないことをあらかじめ断っておくの北外れ通称鈴振山の麓にあってそこは患者を好む信夫が俗児を避けて一人静かに思考するために建てた家でいわば暗室のようなもので信夫は「数思想」と名付けていたその名は時期通り「死に赴く」というのではなく信夫のつもりは「 かのドイツ・ベルリン郊外ポツダムにある離宮サン・スーシーソセからサゼスチョン腸を得てスーシーソーという意味らしかったスーシーソは鈴降り山の麓を取り入れて庭園にしてあって敷地の面積は広大であったが家そのものは三間しかなく信夫がここに籠もるときは本宅の女中などは寄せつけず別荘森の女房が時々用を聞きに来るくらいで反自炊生活だった しかし問題の誕生日前の23日は風邪気味で寝ていたので本宅から信夫の妹の美津子が来て世話をしていたここで美津子のことを少し説明しておこう美津子は今年数え年の21で2年以前に県立高等女学校を優等で卒業した通年的に女学校の優等というのはそれほどの重要性がなく 新郎新婦の披露宴などで仲人は決まって新婦は女学校を優等の成績で卒業せられたというくらいだが三つ子の場合は少し違うので彼女は全く優れた頭脳を持っていてことに女性には珍しく数学とか理科とかの方面に優れていた無論他の学科もはるかに群を抜いていて女学校の先生をして 木内さんが男だったらと胆性を発せしめたのだったしかし美津子はあえて上の学校へ進もうとせず母と2系の執家に帰って家事に勤しんで大勢の奉公人を巧みに使って台所を切り回していた気質は長兄に似たかそれともこうした旧家の伝統的性格かやはりどっちかというと陰気で近代女性の朗らかさにはやや欠けていたが色は 女だけに直径よりさらに白く透き通りすべての構成分子がそれぞれ整頓していてまさに本格的な美人であった兄の信夫が村の娘たちの同系の的であれば妹の光子は村のすべての男性の警母の的であったさて二三日風邪気味で寝ていた信夫は四月十日の誕生日の朝ようやく警戒したが いいつもものように本宅では祝いもせず、ほんの内祝いの意味で数思想に母の長田と弟の国男といとこにあたる牧山康助とを呼びそれに妹の光子を加えて一家水入らずで宴を張ったそして前に述べたとおりその夜ひょう然として数思想を出て無論本宅にもよらずそれっきり姿を隠してしまった 誕生日の宴は信夫の健康を気遣ってその日の正午に行われたので宴が済むと三つ子も23日泊まりきりだったし信夫も警戒したのでその日は本宅に帰り別荘には信夫一人になっただから信夫が家を出たことは誰も知らなかったので翌日美津子が訪ねてきて初めて分かったのだがその時にはちょっとどこかへ出かけたのだろうくらいに思って大して気にかけなかった ところが、その夜もついに帰ってこず翌日も姿を見せず心当たりを訪ねてみても一向立ち寄った形跡がないので木内家ではようやく事態の容易ならぬことを知り人を四方に走って探させ3日目になお行方不明なのでとうとう恥を忍んで警察へ探索願いを出した。そこで、 今までは耳から耳へと村中に広がっていた噂がいよいよ公となり地方新聞はもとより東京の大新聞の記者までが木内家に押しかけてくるという騒ぎになった木内家ではもっぱら慈恵の国夫と光子が新聞記者連との交渉に当たったが失踪した信夫の写真を求められてやむなく出したのが誕生日の当日撮影したものでそれは国夫が自慢の腕を振るったもので 層の玄関に折からら漫と咲いている桜の老木を背景にして信夫を中心に母と美津子が左右に立ち美津子の隣にいとこの安家が立っていたこの写真は国夫が平成の自慢に似ずやや鮮明を書いていたが信夫が元気よく笑っているところが十分認められたこの写真は二三の新聞に掲載されたが その傍らに涙に濡れた美しい妹は語るとして「こんなに元気よくしていましたのにその夜家出をしてしまうなどとはどうしても考えられません」「まるで夢のようです」「今にもどこからか騒がしてすまなかったねと言って出てきそうな気がいたします」と書かれていたさて 前に、信夫の家出の原因として考えられるものは何もないと言ったが、ここに一つ述べておかなければならないことは、信夫が誕生日の宴を開いていた4月10日の正午ごろ、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント在住の信夫の王子木内倉次郎が死んだことで、倉次郎は信夫の父、慎太郎の弟で、青年時代に捕らえし、 ついにかの地に帰化し巨万の富を積んだのだが家庭に恵まれず妻には死別し子供もなく天涯孤独で寂しい生活を送っていたが最近に健康すぐれず病床に付していたのだっただから病没したということには不思議はないのであるが病死の知らせに追っかけてかの地の交渉人から伝報してきたところによると倉次郎の遺産約30万ドル 自家換算100万円余りは木内信夫に譲られるべくもし信夫が死亡しているかもしくは遺産常用を辞退する時には亡き妻の妹の子に譲るべく亡き妻の妹の子がもし死亡または常用を辞退する時は公共事業に寄付するというので信夫の生死ならびに常用の濁費を支給一方せられたしということだった。 もっとも叔父じ次郎の死亡の通知は4月11日の朝到達しそれを伝え方々三つ子が信夫を訪ねた時にはすでに彼は家出した後で追っかけてきた遺産問題の電報は無論信夫は知らないはずであるから彼の家出がこのことに関係しているとは考えられないしかしこの遺産問題は後にこの物語に関係を持ってくるからここに申し述べたのである ここまで書くと、明敏な読者は木内信夫の消息は彼の誕生日を中心にして約4、5日の間近しい身内の者のほか村人には一切不明だったことに気づかれたるにそういないすなわち誕生日の前3日は数思想に描画して妹美津子の看護を受けていたし誕生日には母弟妹 およびいとこの4人と食卓を共にしただけで翌4月11日はすでに近親の人にも認められず翌々日12日あたりからは村人の耳に信夫の失踪が伝わりいよいよ公然発表されたのは14日であったなお別荘森の老夫婦は数子層の邸内とは言いながらずっと離れた隅に住まい 女房は命ぜられなければ信男のようを聞きに行かないことになっているので今述べた間この二人は全然数思想にも近づかず信雄の姿も見ていないのである最後に今まで機会がなくてそのままになったが時系の国男のことと信男たちのいとこ牧山康家のことを述べておこう国男は確かに信雄の兄弟に相違なく したがって要望もよく見比べると掃除の点があるがちょっと見ると他人のようで信男の細面に比べて国男は丸顔であるし信男の考え深そうな要望に反して国男は開けっぱなしで安っぽいところがある性質もまた相反して国男は兄の無口に引き換え饒舌で愛想がよくなかなか社交的である 頭脳の点もまた国王は信男と違ってあまり上等ではなく私立大学を中途大学という学歴でしかもその中途大学が不貧困の結果であるに至っては彼の人柄は十分察知られよう村に帰ってからも都核の噂があり若い娘で彼の口先にかかってつい気を許し取り返しのつかないようなことになったものも少なくなく娘を持った親たちは 国王を毛虫よりも嫌がっているというふうだった旧家の伝統的性格も国王に至っては全く例外で一口に言えば見かけは祭祀風で頭脳は空っぽで軽薄ではあるがすこぶる気が利いているというモダーンタイプの青年だった牧山康介は信男たちの母の妹の子で両親は早く亡くし 日内家に悲遇したわけではないが一人前になるには叔お長田の人方ならぬ世話になった男で年もちょうど信夫と国夫の中間に値し当年27歳獣医学校を卒業して流行らないながら村で開業をしている独身青年であるすこぶる凡庸の人物で気の利いたところはみじんもないがその代わり義理がたいという取り柄があり 財産はないが、専門学校を出ているだけ村の娘たちに少しは騒がれるが信夫同様その方面には一向噂の種をまかない以上がこれから述べようとする物語のいわば発端である発端とは言いながらすでに相当重要な事柄に触れているので「敬願なる読者諸君よ」「以下に発展する事件とよく照らし合わして」 よく支配を見抜き「四十の顛末を察せられよ」やの音木内信夫の行方は誕生日から数えて十日余り四月二十二日に至ってもなお用として知れなかった例のアメリカの叔父の遺産については すぐに親族会議を開いてとりあえず信夫の名で上与を承諾する旨の電報を打っておいたが本人が現れなくてはそれ以上の手続きが困難であるそればかりではなく地方切っの豪華が肝心の主人が家出をしてしまって生死不明では何かにつけて不都合であるたとえそんな財産問題や家業のことがなくても親兄弟の身になってみれば 信ののことを心配するのが当然で木内家の人々は日夜安き心もなく費用を惜しまず大勢の人を頼んで四方に捜索の網を広げなお神仏の加護にすがるなど旗の見る目も気の毒なほど苦心勝利したが全ての努力は無駄だったもっとも10日余りの間には多少手がかりともなるべきことが発見されたのでその一つは伊豆谷村の農夫で 木内家の小作人の一人である仙波寅吉という中年の男が問題の誕生日の夜8時頃木内の旦那すなわち信夫がしょんぼりと村の南端の電車の停留場の方に歩いていく後ろ姿を見たと申し立てたことである寅吉はまさかその時に信夫が家出する途中にあるとは思わずまた信夫が23日来風で引きこもっていたことも 噂には聞いたようであるがその時はついうっかりしていたのでこんなに遅く旦那はどこへ行くのかな東京へでも行くんだべいくらいの考えで声もかけずに見逃してしまったのだったしかし寅吉は後ろ姿が確かに木内の旦那だったというだけでそれ以上どんな着物を着ていたか何か持ち物があったかというような問いに対しては一切答えることができなかった 電車の駅について紹介されたが駅員の記憶も曖昧で虎吉の推測を裏書きすることはできなかった一体この種の後で呼び起こされる記憶はかなり不確かなものでかつて東京市世田谷の連平城付近で自宅へ帰途中の可憐な少女が暴行殺害された事件があったがどうや十時ごろ現場付近で女の悲鳴を聞いた者が二三あり そのとが強行時間と推定されて、そのために少女が最後に出た家から算出して8時頃に同箇所を通過しなくてはならない点から約2時間の所在不明の時間が生じ蒸付説などが出て捜査が一時迷わされるに至った後に死体解剖の結果胃袋の中の食物の消化状態から死後の時間が正確に推定され 結局少女は最後に出た家からまっすぐに帰宅し凶行現場を午後8時頃に通過したことが確実になったどうやら10時頃付近の人が聞いた女の悲鳴というのはどうやら夫婦喧嘩らしいということであったまた同じ事件の時被害者の腕時計が強奪されているのでどんな型の時計であるかいろいろのサンプルを持参して父親に見せたところが 全然違った形のものを指摘したという事実もあった要するに人が瞬間的に見聞きすることには甚だ誤りが多くそれを後から追憶するに至ってはますます誤謬が多くなる危険のあるもので従って今述べた虎吉の陳述にもあまり重きを置くことができないのであるもう一つの発見は意外にも信夫には恋人があったらしいということであった この事実を漏らし長田は21の時に木内家に課し22で信男を産んだので当年51歳年の割には老けて見えたがなかなか頭のしっかりした夫人で小柄ではあるが体も引き締まり内気なようでなかなか若い者に負けていない厳しい気性を潜めていた思うに 娘の美津子はそっくりこの母親の気質を受け継いでものらしく、もし長田が女学校へでも行っていれば、きっと美津子同様の優秀な成績を示したであろう。しかし、中以下の農家に生まれた彼女は、ようやく小学校を出ただけで、当時、やはり子主にしか過ぎなかった木内家に貸し、夫の慎太郎を助けて、喫侠弁礼、ついに今日の曲を築き上げた女上部である。 夫の慎太郎というのはやはりなかなかの努力家ではあるが一面すこぶるのんきなところがありこの点がおそらく次男の国をに遺伝したのであろうそれになかなかの女好きで芸者や名手屋の女には手を出さなかったが人妻や女中や素人娘などにちょいちょい手を出し長田がじっと辛抱して決して夫の恥になるようなことを表向きにしなかったので 世間では至極円満の模範的働き者夫婦と見られたが内面には相当の波乱があり長田は女上部とはいえやはり狭い女心をどれほど痛めつけられ人中の苦しみをなめたかわからなかったそのために年寄りは老けて見え性質も幾分暗くなったらしく長男の信夫が隠遁的な人物になったのは先天性もあるだろうが 幼児の母のこの苦悩を知らず知らずに監督したためであろうこの事実は後に「なるほど」とうなずかれることがあるのであるさて母の長田が漏らした信夫の恋人というのは東京の某所に住んでいた今はすでに人妻なのである信夫がまだ東京に留学時代向こうも娘時代に互いに愛愛し合ったらしく しかももどっちも産で。それと心を沸かし重ねているうちに女の方には縁談がまとまってそのままの別れとなったのだが最近にふとしたことから文通を始め信夫の心の内には激しい上縁が燃え上がり相手の女もまた人妻の身を忘れ昔に倍して信夫を慕い始めたのだったしかし2人の間はそれ以上には進んでいないらしく 単なる文通くらいにとどまっていたのだがこれこそ信夫の家出の原因でなければならないのだこの事実は妹の美津子もうすうすは知っていたらしいしかし母も妹も信夫の名誉を思いまた木内家の名誉をもって容易には漏らさなかったのであるが信夫の行方不明が長引きあるいはその女と死の逃避行に出かけるかもしれないと恐れを生じ ついいに隠していられなくなくったのだけれども相手の女がどこに住んでいるか何という名であるか全然分からず手紙も探してみたけれども信男がその都度用心深く焼き捨てででもしたと見えて破片さえ見当たらず結局そういう秘め事があったというだけで捜査の上には何らの巧妙をもたらさなかったのだ今述べたわずかな発見があっただけで ついに4月22日がが、来たのであるがこの日に意外な出来事が起こり意外な場所から信夫が発見されたがそれはすでに冷たたた。くなっっ死体としてであった問題の22日の夜11時過ぎ後に詳しく調べられた結果は15分過ぎと認められたが木内家の本宅の納屋でパーンという異様な音がした。 名屋というのは母屋から約2軒ばかり離れた裏庭に建てられた10坪ばかりの平屋の頑丈なバラックでここには主として桑とかスキとかいう農具が置かれ隅の方にはすでに一時代以前のものになったもみすり機械のような古びた道具やまた破損した器具などが雑然と積まれていた中央のところは畳にして約23畳ばかり空き地がありそこにはむしろが敷かれて 雇い人たちが農具の手入れなどをする場所になっていた都会に住んでいる諸君のために書き添えるが東京市が多摩川べりまで傍聴してきた今日伊豆谷村は実に東京市を去るわずか1 0キロ。東京市の中心からでも電車を利用すれば1時間半で達するところであるがそこは山間の壁損と大差なく伝統はあってもそれをつけて夜に作業をすればかえって損になるので。 夜は8時頃になればどこの家も寝静まってしまうというありさまなのであるだから11時過ぎといえば都会の夜中の2時3時にも匹敵すべくいや都会の2時3時にはまだ歩行者もあるが伊豆谷村の11時には外を歩いている者は絶無と言っていいのだそういう時刻であるから納屋で異様な音のしたのを確かに聞きつけた者はわずかに やに一番近い母屋の台所に続く下男部屋に寝ていた下男の作蔵一人であった作蔵はむっくり頭を上げて辺りをキョロキョロ見回したがその時に同じ部屋に寝ていた豊吉が寝返りをしたので「豊よよ」と呼ぶと豊吉は目を開いて「なんだよ作」と言った。 お前今納屋の方で妙な音聞かなかったかねああそういや音がしたような気がする何の音だんべ自動車のパンクみたいな音だったなさすがに都会に近いだけに村の大通りには貨物自動車が走りたまには人を乗せた自動車も通るので豊吉は自動車のタイヤのパンクする音を知っていた 作造はうなずいて「オラもそう思うだがまさか納屋で自動車が走ってるわけではあんめえ」「バ言わねえもんだ納屋の中を自動車が走ってたまるものけ」「じゃあ何だっぺ」と作造が言った時に裏庭の方でカサカサと人の歩くような音がした作造ははねをきた。 豊吉も遅れずに羽をきた。2人は無言で台所の入り口を開けて外に出たちょうど月のない時で辺りは真っ暗だったがその真っ暗な中を一人の男が走っていく姿が気配で認められた「それ!」作造と豊吉は人影の方に走ったしかし 人影は風のように闇の中に吸い込まれてしまった作造と豊吉は闇の中で走りにくいし怪しい人影の追跡を断念して納屋の方に向かったここで二人は腰を抜かすような驚くべき出来事を発見したのだった二つの死体 言い忘れたが納屋には電灯が一つ取り付けてあったしかし用のない時には消灯することになっていてその日も酔いに作造たちが戸締まりをした時には確かに消されていたところが今は電灯が付けられているらしくしかも納屋の戸は開けっぱなしになっていると見え光がさっと外に漏れていた「畜生泥棒だ!」何を盗みやがったか。 作造と豊吉は責任上心を痛めながら納屋の傍らに走り寄って開いていた戸から中を覗くと「だ誰だ!」2人の中では比較的臆病な作造が大声で怒鳴った納屋の中には誰だか突っ伏して寝ているのだった「えっあっ若旦那だ!」豊吉は驚いたように叫んだ 若旦那というのは国男のことで雇い人たちは信男を旦那国男を若旦那と呼んでいたえ若旦那作造はこわごわ首を突き出したがすぐに「もう一人いるぞ!」と言った突っ伏してはいるが確かに国男らしい人間の下に 下敷きになって足を折りかがめた人間がもう一人いるのだった豊吉は若旦那の国男が泥棒を見つけて組み敷いたのかと思ったところが上になっている国男も下の男も少しもう動かないのだ豊吉は用心深く納屋の中に入ったが「おぉ<ー>!」と言ってそこへ へたへたと座ってしまった豊吉の後ろからおずおずとついて入った作造はやはり豊吉と同じように座り込んでしまった下敷きになった男は仰向きになっていたがそれは信夫だったいや信夫の死体だったしかもそれは昨日や今日死んだものではなく頬はげっそりとこけ 目はぽっこりと落ち込み髪のようにしらちゃけた皮膚はしぼみ二目とは見られない恐ろしい姿だった豊吉と作造はようやくのことで納屋をはいだした二人はまるで着ぐるいのようにわめきたてて家じゅうの人を起こした気丈な未亡人の長田と美津子は騒ぐ雇い人たちを叱りつけながら納屋に行った 下敷きになって横たわっていたのは孫をかたなく信夫ですでに死後数日を経過したらしくその上に突っ伏して死んでいたのはやはり国夫でこれはつい今しがた死んだらしく体にはまだぬくもりがあり顔色もそれほど変わっていなかった長田は2人の子供の変わり果てたありを見てもそれほど騒がずすぐに警察に知らせるように命じた 子は諦めきれないらしく国夫を抱き起こそうとしたが長田はとてもダメですよ警察の方が見えるまでそっとしておいた方がいいでしょうと言ったそれで美津子は国夫を抱こうとした手を離したさすがに両目は涙でいっぱいだったが彼女もまた取り乱した様子は示さなかった 地理の上から言うと東京市の方が近いのだが行政上の区画は是非もなく所轄警察署からの出張は12時を過ぎ県警察部から刑事課長以下が出張したのは翌23日の朝であったそれは実に奇怪な光景であった信夫は明らかに死後数日を経過していたが服装は家で当日のものと推定される 紬の合わせに対の合わせ羽織を着てきちんとしたなりをしていた足を折り曲げ両手を胸の辺りで組み合わせ一見したところでは苦問の跡もなくまた何ら外傷もなかった国夫は普段着のままだった信夫の死体にのめりかかったような姿勢でこれまた苦問の跡はなく何ら外傷は認められなかった最も不審なのは 信の死体が横たたわっていたことで死後数日を経過した後でひもの化した信夫の死体は誰がどうしてここへ持ってきたのかまたここへ持ってこられる以前はどこに横たわっていたのか無論国夫が関係しているらしいことは考えられるがそれなら国夫は何の目的で信夫の死体を納屋に持ち込んだのかもし国夫が持ち込んだものでないとしたら 何者が持ち込み何のために国をここに招いたのか疑問はそれからそれへと尽きないのだ午後10時頃には横浜地方裁判所から判検時の一行が出張しそれまでに死体の検視や歌人や雇い人の取り調べが行われたが第一の発見は国用の死体を取り除けた時に信夫の死体の上に遺書用のものが載っていたことであった 遺書の文面は簡単である事情のために到底生きていることはできないから自殺をする老いたる母をよろしく頼むという意味で単に兄と署名して光子殿と妹にあててあったこの遺書によると信夫は覚悟の自殺らしいが 死体ががににあったとといいいううことにつつてはどう説明すべきか見当がつかないのだ次に国をであるが警察医の検視の結果は中毒死ということでそうなると必ずしも他殺とは言えないが状態が状態であり事に作蔵は確かに納屋でパーンという異様な物音を聞いたというしこれにはやや不確かながら豊吉の証言もありまた 怪しい人影については両人が等しく認めているところなので他殺の疑いは十分でその怪しい人影について追及されることになったすると豊吉が異様なことを申し立てた例の「パーン」という物音のする前に「夢とうつつの境であったが裏庭の方で人声がした」しかもなんだか言い合っているような声を聞いたというのだった 作像について調べると一向そういうことは知らなかったというのだった豊吉が夢とうつつのうちで聞いたことが事実とすると国尾は納屋の中かあるいはその付近で何者かと争っていたことになるその相手は無論作像欄に認められた怪しい人影の正体であろうが彼こそ信夫の死体を納屋に担ぎ込んだ人間ではなかろうか とそこまでは想像がつくが死体を運んできた目的については依然としてわからないのだなお他の雇い人についても厳重に調べられたがいずれもぐっすりと寝込んでいて何事も知らなかったまた未亡人長田と美津子はやはりおののの寝室で熟睡していて作造たちが騒ぐまでは全然何事も知らなかったので 2人とも酔いのうちからずっと家の中にいたことは全ての雇い人たちが証明するところだった国尾の行動については酔いのうちから不在だったというだけでそれ以上のことはわからなかった国尾は前からよく無断で家を空けるので帰宅しなくても誰も不審に思わず木内家の決めとして特別に断らない限りくじを門限として戸締まりをしてしまうので その日も国尾が帰ってこないにもかかわらず門を閉めてしまったのだったもっとも門を閉めても田舎の農家のことであるから庭へはどこからでも入ることができるそのために納屋には別の戸締まりがしてあって情が下ろしてあるのだがそれを難なく開け中の電灯までつけたところを見るとおそらく国尾がやったことと見られるのださて この危機快々な事件は何の短所を得ることなしに23日を経過したがその間に2つの死体は解剖に伏せられ信夫は推定死後1週間ないし10日死因は毒薬塩酸モルヒネを多量に服用してそのための中毒死国男は死亡時刻22日午後11時ごろという推定で発見せられた直前の死であることは確実となり 死因は中毒であった警察当局は事件当夜風のように逃げ去った怪人物を見つけるべく躍起となったこの人物を突き止めることができれば何とか解決の短所をつかむことができるべくこの人間を見つけることができなければ事件は永久の迷宮に陥りそうであるこの怪人物はろん国生に面識のある人間でまた 信夫の自殺にも関係があるらしく当然木内家に親しいものでなくてはならぬその意味で捜査範囲はだいぶ縮小されるので間もなく当局者は一人物を嫌疑者として挙げることができたのであるがそれより先木内光子が意外なことを申し立てて警察当局者を驚かしたそれは例の遺書であるが長田未亡人 ならびに二三の信夫の知人はいずれも信夫の主席であると証言したにもかかわらず事件後数日のある日光子はこの遺書は国夫の書いたものであると言ったすなわち信夫はいかなる場合にも単に兄と書いたことはなく国夫は常に兄と書いたまた この書席はいかなる理由か信夫に似せて書いてはあるが確かに国夫の首席に相違ないというのだったもし光子の証言が正しいとすると国夫は自殺したことになる解剖の結果も単にヒ素中毒というだけであるから自殺でないとは言えない当局者は光子の申し立てによってさらに一層混乱に陥ってしまった 読者諸君よ遺書は果たして信夫が書いたものかまた光子の言う通り国夫の書いたものか信夫は果たして自殺か死体は何人が何の目的で納屋に持ってきたかまた国男の死の原因は何かなどなどにつき推察したまえるや ここに新たなる人物が警察によって挙げられ事件の中心に登場してくるのであるがその人物とは果たして何者かこの間までのいきさつをよく考え合わせて物語の行方を押したまえ「やつけの珍弁」 新たに登場した人物とは何者かそれはすでに読者諸君の推察された通り美津子のいとこ牧山泰助である牧山は木内家の身内同様であり信夫らとも親しかったし事に当局者のにらんだところは泰助が光子に非常に接近していることであった泰助は前に述べたとおりギリ堅いところはあるが どっちかとというと愚で、国をなどには馬鹿にされていたし学歴も獣医学校卒業だけで風采もパッとせず到底隷人・光子の対象となるべき人物ではないが光子はなかなか安家に好意を持っているらしく雇い人も陰では安家さんがお嬢さんの婿になるのではないかと噂し合っていたくらいだ。当局者の考えでは。 アメリカで病没した信男の叔父木内倉次郎の遺産100万円はまず信男の相続となり次で国代に権利が移ったが国代が死ねば当然光子の言うに帰し仮に安家が光子の婿になるとすればすでに信男が死んだ以上国代を除くということは彼に非常の利益をもたらすことになる 2> 第二に信男を倒した円酸諸ルまた 国を殺したヒ素化合物等は獣医とは言いながらやはり医師であるから容易に手に入りまたその使用法等にも精通しているはずである第3に信夫兄弟と親しくし木内家の様子にも通じ信夫の死体を前にして国夫と言い争うような人物は安家以外にはないのであるそこで当局者は安家の22日夜の行動を内定したが 果たして安家は酔いのうちから不在でその夜12時近く帰宅したことが判明した当局者は意を決して牧山安家を召喚した安家は初はめは言語左右にしてなかなか自白しなかったが当局の追及が厳重でとうとう包み切れず召喚後3日目の4月30日に次のような自白をするに至った。 安家の申し立てによると国尾がどこで発見したのか知らぬがとにかく信夫の死体を発見したしかしこのまま発表することは木内家の恥辱になるから何とか世間体を取り繕って発表したいついては君の他に相談すべきものはないから22日の午後11時に本宅の納屋まで来てくれということだったので どうや指定のところに赴いたところが死体の処置について国尾との意見が合わずついに声高に言い争った。と突然パーンとピストルのような音がしたのであるいは国尾が発射したのかと思い驚いて外に飛び出したがどうやら雇い人たちが起きた模様で見つけられては面倒と闇に紛れて逃げてしまった。 それだけの話で国尾の死については全然知らないとこういうのだった当局者は安家のこの自供では満足しなかったさらに追及は厳しく納屋におけるパーンという音を国尾がピストルを発射したと考えたというがしからばこの時に国尾はピストルを持っていたのかと責めたこれに対して安家の答弁はしどろもどろで 最初はピストルを持っていたような気がするといい次には確かに持っていたといい後には国尾はピストルを発射したと言ったこのことにつき当局は納屋を詳細に調べたがピストルは発見されず銃痕も薬きょうも発見されなかったもっとも納屋は非常に乱雑であったからよしピストルが発見されたとしても 弾痕や薬莢を発見することは困難であったに違いないそれで国用がピストルを持っていたあるいはピストルを発射したという安家の申し立てはでたらめであると認められたが翻って安家の家宅捜索の結果床下に1丁のピストルが投げ込んであるのが発見された実弾はこもっていなかったが最近に1発撃たれたような形跡があった。 安家はこのピストルについて追及されると最初は全然覚えがないと言ったが後に無届で所有していたもので木内家に事件が起こったのでもし見つかって問題にでもなればうるさいと思って床下に放り込んだもので最近使用したことは全然ないというのだった核のごとく安家の自況はその都度変化するし周囲の状況も彼に不利であるので 当局は必ずやもっと深いところに関与しているにそういないと確信するに至って傍傷を固める一方昼夜を分けず安家を攻め通うのだったその結果安家も耐えかねてポツポツ新事実を自供するに至ったがその第一は信夫の死体についてで信夫の死体は数子層の庭園鈴振山を少し上がったところの林間で発見されたもので 発見者は国をであるがすぐ相談を受けて2人で納屋に担ぎ込んだものであると言った当局は早速安家の申し立てた場所を調べたが林間の朽ちた落ち葉が乱れておりちょうど死体の横たわったようなへこみがあり大体において安家の陳述が正しいと認められたなおその説に例の遺書は死体のそばにあったかなかったかという尋問に対しては安家は 自分が言った時にはすでに国代が何かと始末した後で遺書などは目に触れなかったと答えた死体を納屋に担ぎ込んだ理由については安家は依然として何とか世間体を繕って木内家の名誉をできるだけ傷つけないように発表の仕方を研究するためだと言い張ったが国代との争いの原因については国代はまず死体を数思想に移し 信男がいつの間にかそこに帰ってそこで自殺をしたことにしたいと言ったので安家はそんな小型な細工はすぐ暴露して警察から疑われる恐れがあるからと言って反対しそれが激論の原因になったと申し立てた,れたしかしそれくらいの意見の相違が絶対秘密裏に行われている深夜の会見を裏切って大声で言い争い果てはピストルを撃つようだ 当局者はピストルを撃ったのは国尾ではなくて安家であると信じていた激論の原因になるとは考えられない当局がその点を突っ込むと安家はとうとう次のような意外な事実を申し立てたそれは国尾が財産横領の目的で兄の信夫を殺したというのであるすなわち誕生日の夜 信男は東京にいる恋人と会見するために家を出たが、国男はそっとその後をつけ、親切顔をして兄をいめ、共に連れ立って深夜に数子層に帰り、そこで多量の塩酸モロヒネを混じたものを信男に勧め、毒殺して死体を庭の西北隅の林間に隠して知らぬ顔をしていたので、二十二日の夜には、 発見を恐れて死体を切り刻んで処分するためにやすを呼んで助力を求めたのでやすはそれを拒絶しそのために激論になったのであるというのだった当局者はがぜん緊張した今回のやすの申し立ては一番本当らしいのである国尾が信夫を殺害するということは考えられないことではないしそうすると 信夫の遺書と信ぜられている者が実は国をの主席であるといった光子の証言も生きてくるし死体の処置を獣医である安家に依頼することもありえるしそのために信夫の死体を深夜納屋に担ぎ込んだこともうなずかれるただ一つの矛盾は信夫の死体が死後1週間ないし10日と推定されたことでそうなると最大限をとっても 信夫は123日頃まで生きていなくてはならないのだ当局者はこのことでやすを責めたするとやすはたちまち前言を翻して「国夫が信夫を殺したのは4月12日の夜だ」と言ったやすの言うには「自分は国夫が信夫を殺した現場にはいないのでただ国夫の口から聞いただけであるだから教行の日は誕生日」 すなわち4月10日の夜だと簡単に考えたのであるが推定強行日が12日以後であるならばおそらく国王は信夫を探し回って12日ごろ東京にでもいたのを突き止め家出を幸いに亡き者にする好機会だと思って秘密裏に数子層に連れ帰って毒殺したのであろう教行の日については別にはっきりしたことを国生から聞いたわけではないから思い違いかもしれぬ というのである安家の述べたことは筋道が立っていた教皇の日については彼はしっかり知らないはずであるだから誕生日の夜から信夫が行方不明であるから簡単にその夜殺されたものと考えたのであろうしかし事実は安家の推測通り国代が信夫を探し当て密かに数子層に連れ帰って殺したのかもしれぬ。 しかし、安家がたび,たび陳述を変えたというのはいかにも不利であった。どうしてもいまだ当局の疑いが抜けぬ。信夫を殺したのは、国夫の単独行為ではなくて、安家も共犯関係であろうという見込みなのだ。安家はまず、国夫に加担して信夫を殺す。そこで今度は国夫を殺す。信夫を殺した罪を国夫に着せてしまう。 こうすると木内家の財産も叔父倉次郎の遺産もそっくり美子に行くそこで美子と結婚して木内家の入婿になるなかなか遠大な計画であるが考え得ることであるそこで最後に国男の死因が問題となって残ったのである仮に安家の陳述を嘘でないとすると国男は 信夫の死体の処置について安家の同意が求められずかえって犯罪が暴露しそうになったので安家が飛び出すとともにヒ素化合物を仰いで自殺したとこう考えられないことはないしかし安家の陳述に疑いを持ち前に述べたように共犯関係とすると国代が単独自殺するはずがなく かえってが国を殺したという疑いうが濃厚となるしからばやすけはいかなる方法で国夫を殺したのか読者諸君長々と猫のように変わるやすけの自供を述べて諸君を退屈せしめたことを謝するとともに諸君は果たしてやすけの陳述のうちにどれだけの真実を認められるや。国をは果たして、 暢夫を殺したか、安家は共犯関係なりや、国夫は自殺か、他殺か、他殺とせば何者がいかにして殺害せしや、賢明なる読者諸君よ、次の章に進む以前に今までの章をよく読み、真実をつかまれよ。 安家の起訴〈さて牧山泰助は警察当局から瞬間な追及を受けてついに木内邦夫が兄の信夫を殺害し死体を一旦数子層の林間に隠しておいたが発覚を恐れてこれを始末すべく泰助に相談したので4月22日の夜木内方の納屋に死体を持ち込んだが〉 国代から死体を切り刻むべく依頼されてこれを拒絶し、激論の結果、国代がピストルをぶっ放したので驚いて逃げ出したと申し立てたのだった。安家がこれだけの自白をなすに至ったのは、前回に述べたように紆余曲折があったのであるが、ここまで突き詰めてもなお当局者は承知しなかった。というのは、主として国代の死因であって、 別段の外傷はなく解剖の結果はヒ素中毒となっているから自他殺いずれとも考えられはするがどうも前後の事情を照らして自殺とは認めがたい国尾が安家に死体の処置を拒絶されて犯罪の発覚を覚悟しもはやこれまでと思ったかもしれないが即座に自殺しなくてもまだ取るべき方法はある安家が当局に密告するかしないか未定の問題だし よし密告したとしてもいよいよという際に自殺しても遅くはない。国尾は安家が逃げ出したくらいでたちまち狼狽するような弱い性格の持ち主でもなく兄の信夫を殺して財産を横領しようというほどの人物でありもっともこれは安家の源を信じてのことであるがなかなか計画的な男であるからどうも慌てて物置の中で自殺をしたとは受け取れぬ。 第2に仮に国生が犯行が発覚したと思い即座に自殺を図ったとしてもそう瞬間的に死ねるものではない安家が逃げ出して豊吉と作造の2人がこれをしばらく追いかけそれから納屋に駆けつけた時間はごくわずかであるその時にすでに国生は事切れていたのであるからもし安家が納屋を飛び出した後に国生が毒を仰いだものとすると その死は実に瞬間であってしかも大した苦悶の跡もない普通のヒ素化合物ではこう簡単にはいかないのだ第3に豊吉と作造の効いたパーンという音であるがこれは「やすは国尾がピストルを撃った音」だと言っているしかもこの陳述は真を奥に足らず当局はかえって「やすがピストルを撃ったのではないか」と疑っているが いずれにせよこの物音はかなり重大でもっと突ききわめる必要があるのだなお以上は安家の前半の陳述を信じての上のことであるが安家はあるいはまだ嘘を言っているかもしれぬところが仮に安家が国を毒殺したものとしても今述べたような書店ことに毒物の作用について返し難いところがある 当局が疑っている通りヤスがピストルを持っていたとするとなぜそれで殺さなかったかもし毒殺して犯行を覆うつもりだったとするとわざわざピストルを撃ったりして注意を引いたのがおかしいそこでヤスは釈放されるどころか検事局の山際検事が出張してますます春烈に取り調べられることになったその結果ヤスはとうとう 国をを殺害したことを自白したた。こと自白すなわち国夫が信夫を殺したことについては前言を固執し確かに関係していなかったと言い張ったが国をからその事実を明かされて死体の始末について相談されてからふと殺意を生じたのですなわち国をごとき軽薄極まる人間すなわち国をごとき軽薄極まる人間 ことに兄殺しの大罪を犯したような人間に木内家の財産を相続させるのはもったいないことである。この人間を亡き者にすると財産は妹の三子に行く。とこう考えて殺害の方法については毒薬を飲まして自殺のように見せかけ兄信夫を殺して介護のあまり死を決したと思わせることにしたというのだった。 いいよいよ実行にあたって安家はまず兄信夫の死体を世間の人の目に触れるようにしなければならないと国夫に信夫の死体を始末することを持ちかけ22日の晩納屋に担ぎ込ませここで国夫が胃を悪くしていたのを幸いに胃病の薬と偽ってヒ素化合物を飲ませたところが死の苦問が起こり始めた時に 国はやすの関係を悟り突然ピストルを発射した狙いはそれてやすは何の異常もなく踊りかかってピストルをもぎ取るとその時国には薬が効いてばったり倒れたここで最初の計画ではうまく死体をつくろって兄の死体の前で介護の自殺を遂げたようにするつもりだったが 何しろ予期しない銃声のために手はずが狂い雇い人たちが目を覚ました様子なので一目散に逃げ出したその時国尾の手からもぎ取ったピストルは自宅の床下に投げ込んだのであのピストルは安家のもののように言っていたが実は国尾のものであるというのだ以上の自白でどうやら全ての疑問が解けたいや名品なる読者諸君のうちには 未だどことなく腑に落ちないようなところを感じられるかもしれぬ検察当局としても何となく不満があったかもしれぬしかしそれはどこと言って指摘できないものだし本人の立派な自白があるしここに牧山康介は木内国を殺害犯人として起訴されたのだった の後半。牧山泰助は殺人罪で起訴されたしかし単に木内邦夫を殺害した事実についてであって木内信夫の方は問題にならなかったいや検事は問題にしたのであるけれども確証が得られなかったのだ一体検事の戦術としてある罪に限定しての起訴は禁物とされている 例えば詐欺罪で起訴したものが実は横領罪に該当するものであると無罪になる恐れがある詐欺か横領かその区別がデリケートな場合は詐欺横領の罪として起訴するのが検事のテクニックでこの場合も仮に木内国を殺害だけでも極刑であるから他の罪はどうでもよかろうというような考えだとすると何かの表紙で無罪になった時に困る その方は無罪でしたか。ではこの前には言わなかったが、木内信夫の方を一つというわけにはいかぬ。だからやはり、安家が信夫の殺害に関係ありや否やということは十分突き詰めておかねばならぬ。山際検事も、無論抜け目はなかった。しかしたびたび述べる通り、積極証拠はないし、かえって三子の証言による、 信夫の遺書と信ぜられているものが実は国夫が信夫の手に似せて書いた義筆であるという事実によって信夫を殺したのは国夫の単独行為とも認められるのだ安家も国夫を殺したことは自白しながら信夫の殺害については全然関知しないと言い張るしとうとうこの方は除外されたのだがこれは山際検事がいささか手打ちでこうを急いだ組りが後に生じたのだ 判事は検事の起訴事実についてのみ取り調べるのだから無論信夫と国夫の関係また国夫が安家に告げたところの信夫を殺害した事実等については尋問したがそれ以上の追及はしないもっぱら国夫殺害の事実につき尋問して安家が検事邸で述べたとおり素直に自供したので余震はたいよいよ後半となった これが、信夫が行方不明になった日から、ちょうど満一年前後にあたっていた。この事実は、一見誠に平凡なようではあるが、実はこの物語に偶然非常に重大な役目を果たしたので、後世の人はおそらく何かの因縁だというに違いない。いよいよ後半になると、安家はたちまち自白を翻したばかりでなく、 10人余りの一流弁護士がこぞって熱弁を振るうことになったこれは無論木内家の計らいで三子が木内家の財力を上げて安家のために尽くした結果である何しろ木内家はもともと祖宝家のところ叔父蔵次郎の100万円の遺産が転がり込んだのであるからこれくらいのことは何でもない弁護士というものは法廷で相当に効力のあるもので やはり一流になるほど一層有力であるもっともちゃんと確証があって被告も恐れ入っているものは真逆無罪にすることはできないがそれはまたそれで比較的軽い罪になるように努力する大勢ついているということも有力で3人寄れば文字の知恵ということもありそれぞれ分担して何か矛盾したところはないか被告に有利なところはないかと探す この事件では被告は一旦自白しているが後半でがぜ自白を翻しどこか未だ熟しきらないところがあるだから一流弁護士十数名がかかるということは被告にとってはなかなかの強みなのである言い遅れたがこの後半は被告安家の要求によって陪審裁判であった説をなす者曰く 売信裁判は一審切りで控訴権がなく、有罪と決するともう取り返しがつかぬだから一か八か陶器的にやってみようというものかそれとも有罪になってもともと万一無罪になれば丸もうけというものしか要求せず一般の被告ならびに弁護人は非常に嫌っているましてや冤罪に泣く者は一審切りというような危険な者は望まないと これは確かに一面の真理であって現実の問題として陪審裁判があまり歓迎されていない傾向はあるらしいしかし当記者流のみが望むというわけではなくたとえ冤罪に泣く者でも一審きりの陪審裁判を進んで要求することはありえる無論裁判官は神ではないから誤りはあるかもしれぬ誤っていなくても法の解釈の違いもあろう 第一審で有罪の者が第二審で無罪となった例も多々あるようだしかしそれは我々がそうした例外的裁判に興味を持っているから新聞も進んで報道ししばしば誤人の耳に入るのだが事実は一審も有罪二審もやはり有罪という方が普通ではあるまいかおよそ冤罪で罰せられるということは刑務のことに属し冤罪を主張する者が 一で有罪になるかもし、れぬと覚悟ししてて控訴権を残しておこううというのもおかしい真の冤罪者はいつでも無罪になるのが死闘だと考えているべきではないか議論はともかくとして、牧山康介が陪審を請求したのは、誠に冤罪を主張するためだったか、または有罪でもともとという考えであったか、その点は読者諸君の想像に任せよう。 売信裁判は諸君もご承知の通り陪審員を缶詰にする関係上連日続行であって誠に勝負が早いまた裁判長は素人の陪審員に判断を誤らしないために証人はできるだけ多く関門し尋問も極めて美にいり際にわたるものだ検事も弁護人も専門家同士の間なら簡単に言っても急所をついている場合はよくわかるが 素人相手だけに分かりやすく言わねばならぬ。被告は被告で、12人の陪審員の新証を害しないようにしなければならぬ。形式は簡単なようで、心理的にはなかなか複雑である。安家の陪審裁判では、数十名の証人が関門されたが、害して被告に有利であった。というのは、元来安家なる人物はすでに紹介した通り、 すこぶる凡用の人物で義理がたくいわゆる愚直という方でそこの点については何ら非難されるところはないむしろ村の獣医先生として村民には敬愛されていたのだからどの証人も恐ろしい殺人をあえてするような人とは思わないということに一致したまた国尾の死因について鑑定を命ぜられた某医学博士は 普通のヒ素化合物ではそう瞬間的に大した苦悶もなく死ぬことはなくことに胃の中には何らヒ素化合物が含まれていなかった旨証言したそういうわけで科学的にもヤスは有利であったが最も多く陪審員の心を動かしたのは木内光子の陳述であった最もっとも光子は被告ヤスの法律上親戚にあたり先生させることはできないから 証人としてでなく、参考人としてであった。以前に美津子に会ったことのある山際健事は、美津子を参考人として法廷に呼び出すことは極力反対したのであったが、裁判長は公平を期すためにかこれを許したのである。美津子はこの時数え年の22歳。色あくまで白く、目、鼻、口、そのほかすべての道具が理想型で、 さながら慈悲をたたえた女房殺のごとく、甲骨として見とれるというよりは、むしろ見る者ひれ伏して敬いあがめるといったような古典的美人。しかもこの日は表に哀愁を浮かべ、言言切々、訴えるがごとく陪審員席に流し目を送りながら、安家の生い立ち、経歴、性格を弁護人の聞くままにルルとして述べたので、陪審員の中には、 冷や汗を流して人知れず半ンケチで拭いたものもありうっとりとして陶水鏡に入ったものもあり両目に感激の涙を浮かべたものもあったまことにこれは美津子が弁護人と共演して打った大芝居というべく美津子は自作自演のプリマドンナで人一,一倍頭脳の優れた美津子のことであるから人のいい陪審員たちの心をキャッチするのは意図たやすきことであったといわねばならぬ。 さていよいよ検事の論告に入り検事は勘で含めるように安家が有罪である点を論じたが弁護士は交互に立って検事の論拠の弱点をついた中んづく犯行の原因を安家の自白に基づいて木内家の全財産が国をごとき軽薄極まる人物かつは兄殺しの大罪人に相続されるのを嘆き しかず彼を殺害して三つ子に相続させんにはと考えたという検事の言を聞いて、国尾は非相続人たる兄信夫を殺害したのである。しからばもしそのことが発覚せば、国尾はもはや相続権はない。安家は国尾が信夫を殺害した事実も、かつそのために相続権を失うべき事実も知っている。とすれば、 何のために国生を殺害する理由ありや、国生が信夫を殺害した事実を菅に告げれば、すなわちたるのである。隠する時は菅の手によって後継に処せられるべく、叱らざるも相続権は喪失するものである。それで安家の目的は十分達せられるのであって、あえて国生を殺害する理由はないではないか。 言わんや死因に疑いがあり被告は一旦自白はしたが今は環境に否認している「公平無視なる陪審員所見よ」「願わくば明察を垂れたまえ」という弁論が痛く陪審員たちを撃ったのだった最後に裁判長の説辞があって答申事項が示されたがそれは簡単に言うと被告牧山康助は 何々の目的をもって木内邦雄を何日どこにて毒薬を使用し殺害したりやというので当心は単にしかりしからずのうち一つを選ぶのである陪審員は一同退廷し陪審長を誤占し義を練って多数決にて決し満帝固唾を飲んで待ち構えているところへ現れた。 陪審長の手により裁判長の手に渡された紙切れには「叱らず」とあった裁判長は陪席判事と囁きを交わしたがついに陪審員の答申を採用して被告・安家の無罪を言い渡したのだった 牧山康家の陪審裁判は4月15日に開始され18日に終わったのだがその開始の日4月15日に亡き木内信夫の暗室であった数思想の門前に佇たずんで小首をかしげている一人物があったあてな九段の人物は数思想の玄関の前にある大きな桜の老木を仰いで独り言をつぶやいているのだった 桜の木の花はやや盛りを過ぎたが梢にはまだ散り遅れた花弁が四五分通り残っているこの人物はこの辺りの所轄署の所長島内警部だったこの日は私服で全く偶然にここを通りかかったのであるがさすがに職業意識は普段に目覚めてふとある発見をしたのであるこの発見こそ 木内家殺人事件に一大転換をきたした契機となった「個人我を欺かず天網開会楚にして漏らさず」とはこのことである島内警部の頭には無論木内信夫と国夫との開始事件のことが浮かんだのだが今もっぱら考えていることは玄関の老王のことなのだこりゃ調べてみにゃならん。 警部はもう一度独り言を言ったがすぐとうなずいて「そうじゃ」と村の南端停留場の方に急いだ読者諸君はお気づきであろう島内警部が不審を起こしたのは4月15日に数子層の王子がよその桜と遅れて未まだ四五分通りの散り遅れた花を残していたところから去年の4月10日 果たし、てこの桜が、爛漫と咲きも遅れず、散りも始めず、咲き誇っていたかどうかを疑ったのだ。島内警部は、急遽出所して、警部を四方に走らせて、去年、一般の桜の開花期、数子層の老王の開花期と最盛期、および昨年4月10日、木内信夫の誕生日にあたり、家族一同にて撮影した写真の原版の所在等を探らせたのだった。 その結果は、翌日に至ってようやく判明した。すなわち昨年の王家は一体に平年より遅れて最盛期は大体いい4月10日前後数子層の王子は一般に比して毎年23日遅れるのを常とし123日前後と推定されたがなお付近の人々や別荘森の老夫婦の記憶をたどると 十二日十三日ごろが満開期であるとのことであった例の写真は木内家に保存されてあり現場ともども刑事が借り受けてきたさてここでもう一度偶然の力を借りなくてはならないことを読者諸君にお詫びしなければならぬというのは四月十三日がちょうど日曜にあたりこの日東京の某アマチュア写真クラブの一帯が 鈴振山付近で撮影協議会を催した事実がありその日の午後3時頃折から満開中の数思想の玄関の牢王を見つけた何がしが早速それをカメラに収めたのだったこの協議会のことは村民中に覚えているものがあり刑事が苦心して協議会を催したアマチュアクラブを探し出し責任者について当時の参加者を調べてもらいその一人一人について尋ねて回った その結果、前述の何がしの撮影を発見したので発見の経路については偶然どころではない苦心の結果であるがそうした撮影者があったということは全く偶然なのであるさてそうなると4月10日の正午に信男をはじめ家族そろって国夫が撮影した写真中に例の老王が乱漫と咲き誇っていたのがおかしいのである。 撮影協議会で何がしが4月13日に撮影したものに比べてみると花の咲き具合が全くピタリと一致するのだ花は桜木人は武士といってパッと咲いてパッと散るのを特徴とする桜のことであるから4月10日の開花の状態と同13日の開花の状態とが全然同じことはありえない 当時こんな事実が感化されていたのはどうかと思われる諸君があるかもしれないがそれは無理である当時は信夫の奇怪な失踪が問題となっていたので新聞に出た写真のしかも背景になっている桜の咲き具合を問題にするものなどのなかったのは当然と言えるそれに10日ほど経って例の不可解極まる苗の怪事件が起こり当局はじめ誰も彼もその方に主張を奪われたから くくたる写真などを考慮するものはなかったのだところが一丁にして島内警部の疑念を刺激すると続々として不合理が現れてきた桜花の先具合もそうであるが撮影時といわれる4月10日の正午であるがなるほど影の具合は確かに正午近くにそういないが当日は横浜速攻所の記録によればてったり曇ったりの花曇り天気で ことに正午近くは一時は降るかと思われたほど雲が低く垂れ込めたということが判明した鈴降山付近一帯も同じことで4月10日正午に写したという写真がカンカン日が照っているのは大変不合理であったすなわちどの点からするも4月10日正午撮影というのは絶対に嘘でおそらく同月13日正午の撮影であろうと推定されるのだ ここまで判明したのが安家の陪審裁判の決定すべき18日の日であったが島内警部はこの新事実に面して陳氏目光したのであるすなわち4月10日撮影と発表した写真が実は3日遅れた13日撮影である点よりして1信夫は13日まで家族と共に生存していたのを特に10日失踪と申し立てたのか 2もし善行のごしとすればその理由3信夫は事実10日に家出し写真中の人物は信夫にあらず何人かが信夫の身代わりを務めているのか4もし右のごしとせばその理由さて賢明なる読者諸君よ諸君は果たして 撮影日付を故意に偽った写真のトリックがなへんに存ずるか見破り玉エリリア写真のトリック賢明なる読者諸君は解雇して4月10日信夫の失踪と前後して叔父木内倉次郎が死亡しその遺産相続に関する電報が 遠くアメリカ合衆国より飛来したことを思い出されたであろう作者はこの遺産問題は後に重要なる役目を務めることをその時に指摘しておいたが今やなるほどと思い当たられたことと思うすなわち叔父倉ラ郎の遺産は無条件で信夫に送られたのではなく信夫が死亡していたならば他のものに与えられるのであった仮に倉ラ郎が 信夫を唯一の遺産相続者として指定してあったなら信夫が倉次郎以前に死亡した場合倉次郎の遺産は信夫の相続人国男に移るのであるところが実際においては信夫が死亡していたならば国男に遺産はいかぬ国男ならびに木内家にとっては信夫が倉次郎の死亡の際 すなわち4月10日まで生きていたかまたはすでに死んでいたかということは大問題であるもし信夫が13日まで木内家の人々と共にいたものならば右述べたような問題は解消し何もわざわざ13日撮影のものを10日撮影と偽るに及ばぬまた前後の事情に照らして信夫が13日まで家族の人々と共にいたとは考えられない 力前傾の1および2は起こりえないことで問題は3および4である何人が信夫の身代わりを務めたか島内警部はすぐ国を考えた読者諸君も多分そう思われたと思う国をと信夫とは性格の相反するように要望も1つは丸顔1つは細表というふうに異なってはいたがそこは真の兄弟で 見ようによっっていててはしくいほんの少し眼鏡等の道具立てを変えればそっくりになるのでこのことは作者は前にお断りしておいたはずだと思うすなわち手札型ないしキャビネくらいの写真に遠く4人も並んでいる顔の大きさでは国尾は信夫に変装するくらいわけのないことでその上によく考えてみると殊更にピントが外して写してあるのだから一層ごまかすことが容易である しからば誰が撮影したかということになるがこれはセルフタイマーという自動シャッター開閉器のあることを知っている諸君には大して不思議はないはずであるさて残された問題は何故に13日に写した写真を10日に写したと偽ったかというにそれはむしろ誕生日に写したことを示すために13日にわざわざ偽の撮影をしたという方が死闘でつまり11日以後に すでに信夫の失踪を側近の者に発表してしまったから取り返しがつかなくなり急遽信夫をこしらえて写真を撮り10日に生存していたことにしたのである無論叔父倉次郎の遺産問題のためで当初国夫の考えではよし信夫が10日以前に死んでいても遺産は国王に来ると信じていたのが思惑違いとなり慌てて母や妹をときつけて偽装の写真をこしらえたものに違いない 母や妹も100万円の遺産がこっちへ来るかよそへ取られるかという境だから国尾の言うとおりになったのだ。とここまで考えて島内警部は愕然とした。というのは国尾は11日の朝おじの死亡の電報と12日と追っかけてきた遺産に関する通知の電報を見て急遽13日に偽装写真を写したのだが そうすると国生は10日以前に信夫が死んでいることを知っていたのだ10日まで信夫の生きていたことが確実であれば慌てて写真を偽装するに及ばぬよし国生が殺害したとしても死亡の推定日は10日以後になるから倉次郎の遺産相続には少しも差し支えないのだ無論国生は信夫が10日以前に死亡した事実を知って 写真を偽造したものと言わねばならぬそうなるとさらに島内警部を驚かしたのは妹・三子が10日より遡って3日ばかり以前から10日の日まで信夫に付きりで看病をしていた事実はどうなるかこの3日間は妹・三子以外誰も信夫を見なかったということになっているどうやらここに事件の重大な鍵があるのだ 三日間の描画の後、信夫は警戒したことになっているが、その間に、信夫は自殺を遂げたのではあるまいか。信夫は自殺しかねない性格だったし、死んだ状態も自殺とも言えるのだ。三つ子によって否定されたが、遺書用のものも発見された。信夫の自殺は、 おそらく瀕死の病床にある叔父蔵次郎の死期を待つ意味で秘密にされていたがいつまでも信夫の姿を見せないでおくわけにもいかず10日にひとまず死体を邸内鈴振山の麓の山林に隠し失踪と発表したのではなかろうか失踪を発表した後で叔父死去の電報が来たので一家共謀の上信夫が10日に生存していたことを証明するために 写真を偽装したのではなかろうか。島内警部はほっとした。ようやく結論を得たのだ。あの絵に描いた菩薩よりもなお美しく気高い光子が忌まわしい事件に関係していようとは、いまだに想像しないところだった。しかし偽装写真の目的は、むろん叔父倉次郎の遺産を目標にするものであり、 それは十日以前に信夫が死亡していたことを物語り美子は当然その秘密を知っていたことになるのだ島内警部は重大な決心をした光子の召喚十八日の夜になって陪審裁判が終結し牧山康介は無罪となり 木内家には春がよみがえり、伊豆谷村は漢子の声で沸き返ったが、その歓声の響きのやまないうちに、再び村は驚愕と優秀と憤怒の交響楽の中に突き落とされた。思いがけなくも、19日早朝、木内光子は所轄警察署に呼び出されたのだった。 さて木内光子は眉一つ動かさず知らぬ存ぜぬで突っ張ったがさすがに10日撮影の写真が実は13日撮影のものであると証拠を突きつけられて責められると恐れ入ってついに兄信夫が7日朝死亡したことを告げた光子の語るところによると信夫は7日朝覚悟の自殺を遂げたので島内警部の推察したとおり 叔父倉次郎の遺産問題をおもんぱかり瀕死の倉次郎の死期を待つため信夫の死を斬して病気と称し何人も近づけず美子が死体に付き添っていたのだったここに一つの疑問は信夫の死体が解剖の結果推定死亡時は死体発見前1週間ないし10日となり最大限で4月12日死亡とされていることでそれについては追及の結果 光子がある種の防腐剤判明しているが特に必須を施して腐敗を防いでいたためでその結果5日余り鑑定を狂わしたのだったさて信夫の死が自殺だとすると先に国夫が信夫を殺害したという事実を告げたという牧山康助の言がおかしくなる康助は1年間の監禁の後やっと無罪になって日の目を見たかと思う途端に またもや警察に呼び出されたのだった。康介の答弁はしどろもどろだった。最もはじめは頑強に抗弁したが、すでに光子が自白したと聞かされて到底包み隠すことはできず、ついに信男が自殺したこと、光子、光子の母のお皿、国雄の三人に頼まれて。 信夫が10日に生きていたことを証明するための写真の中の一員に加わることを承諾した旨を自白したさらになぜに国尾が信夫を殺したことを告げ安家に遺体の処置について依頼したなどと虚偽の事実を申し立てたかと追及されると国尾が信夫の死体の処置を依頼したことは事実であるまた国尾に信夫を殺害した罪を着せたのは 信雄の死体が異様な現れ方をしたので誰かが疑われるに決まっているそこで国夫が信夫を殺したことにしておけば死人に口なし何人も疑われず事件がそのまま済みかつ信夫は倒海後にちゃんと生きていたことにもなるからそうしたのであると答えたこうなると国夫はいよいよ覚悟の自殺でもないし犯罪の発覚を恐れての自殺でもない どうしても安家が殺したとより思えないので、さらに瞬間たる取り調べがあったが、今度は安家眼鏡に否定し、国王を殺した覚えは決してないと言い張った。賢明なる読者諸君はすでにお気づきであろうが、ここに最も腑に落ちないのは、信夫の死体を納屋に持ち込んで何かの処置をしようとしたことである。すでに信男の死が自殺であり、 10日まで生存していたと世人を欺き得た上は、いつどこで信夫の死体が発見されても差し支えないはずである。何を苦しんで危険を冒して納屋に持ち込んで処置を加えようとしたか、大なる疑問ではないか。そればかりでなく、安家は問わず語りに信夫の死体が意外なところから発見されたので、誰かに疑いがかかってはならぬと思い、 国のの死んだのを幸い国夫が殺したことにして誰にも疑いのかからぬようにしたと言っているが一体誰に疑いがかかるのを恐れたのか国夫を殺したのは安家でないとすると国夫と安家の2人は何者かに疑いがかからないように信夫の死体を処置しようとしたものでそれが国夫と安家自身の2人を指すのでなければ残るは 光子とほかはない。と国は、2人の女性に何らかの疑いのかかるのを防ぐために信夫の死体を何とか処置しようとしたのではないか特に安家が漏らした「誰かに疑いがかかるといけないから国男に罪を負わした」といった言葉は明らかに木内親子を指しているのだその点でさらに激しく突っ込まれると安家は いかにも三津子に疑いのかかることを恐れたのです信夫が4月10日より以前に死んだとすると23日月きりで看病している三つ子がどうしても疑われるでしょうそこで信夫は国夫が殺したように見せようとしたのですといった当局の見込みはただに安家のみならず 国王もまた光子に疑いののかかるのを恐れて、安家と共謀の上信夫の死体を何とか処置しようとして手違いを生じ安家はついに国男を殺害するに至ったというのだったが何故に安家がまた推察するところによると国男までが光子に疑いのかかることをそれほど恐れたのであろうか当局の目はここで一段と 三子の上に光ったのだった木内家の秘密さて読者諸君よ作者は最初からこの物語が与えられた指数で物語れるかどうかを心配していたのだそのために信男国を三子の3兄弟のごとき興味ある性格についても印象的に書くことができず もっぱら説明によって無理やりに読者諸君の想像を敷いたまた事件の進捗についても許されるならばもっと読者諸君の興味を引くように書きたかった実は省略された部分やエピソード的なことに面白いことは多々あったのだしかしそんなものは一旦端折はしょって事件の道筋ばかりを急いで申し述べたがこれくらいにしてもなお指数が足らないのを嘆かなければならないので ここに残余のページを持って事件の解決を書いてしまわねばならないのだ読者諸君も大抵推察されたごとく信夫・国男の2人を殺害したのは実は女菩薩のごとき霊人美子である美子はまず国夫と安家を抱き込んで信夫を殺し後には単独で国男と安家の2人を殺そうとし国男だけを殺すことができたのだ美子は 本来ならば、やすけが国尾を殺したことにして死刑にさせたかったのであるが、もしやすけに不利な陳述をすると、やすけが恨んで、みつこを裏切る恐れがあるので、やむを得ず有利な申し立てをしたのだ。みつこは、愚直なやすけを色仕掛けで思う通りにした。かわいそうにやすけは、みつこが彼に好意を寄せていると思い、優うがままになっていたのだ。無罪になって帰ってきた彼は、 みつこが無事だったとするといつかは殺されてしまう運命だったのだ母の長田は暗黙のうちに光子を思想していたので無論光子と同罪であるさて何がみつこに恐ろしい兄殺しの罪をあえてさせたかそれには木内家の秘密があるのだ長田の夫 すなわ美津子たちの父は大変働き者であったがなかなかの女好きで商売人の女よりも素人の女に手を出し長田はいつもその死ぬぐいをして世間に漏れないようにしたということについては作者は抜け目なくこの物語の初めの方に述べておいた明瞑なる読者諸君はきっと記憶しておられると思うがそれが木内家の秘密であってつまり信夫・国男の二人は 戸籍上長田の実子となっていて、い事実も生まれたばかりの時から長田が手塩にかけて育てたのだが実は長田の実子ではないのだ慎太郎がある女に手をつけて産ませた子である長田の性格は美津子にそっくりであることも既に述べたはずであるが表面は兼良・低粛でも内に情熱があり復讐心が強く 一旦こうと決するとかえって冷血となり殺人くらいは朝飯前にするという性格の持ち主である長田の夫慎太郎が安達氏女に子を産ました時も忍従してそれを自分の子として育て不始末を世間に暴露しなかったが心の内には豪華が燃え英語を許すことのできない恨みを憎していたのだった夫に対する恨みは 子供の信夫と国男との上に注がれた無論生来賢い長田はそれを明らかに示すことはなく世間では慈悲深い母としてこう慈しんでいると見られていたが心の内には超えることのできない溝がありその反動として実子の光子に燃えるごとき愛情が注がれたのだった父慎太郎の気質を受けて比較的のんきな国男はそれほどに感じなかったが 線の細い感受性の強い信男は母の心の冷たさを感じて前に述べたように遠征的な隠者の生活を好むようになっていたのだ長田の愛は燃えるごとく美津子に降り注がれ美津子にはいまだ東西もわからぬ頃から父と二兄を悪者のように吹き込みいつか復讐させる下地を作ったのだった一方国男は 兄との性格の相違から兄を快く思わなかったのでその感激に乗じて長田は国王を溺愛するように見せかけ2人の仲を裂くようにしたその結果兄の信夫はますます世を捨てて家を国王に譲ろうという気持ちを生じ一方には小作人を憐れみ村の公共事業に尽くすようになったのであるさて慎太郎も没し 長田の返害はいいよいよ激しく、木内家の財産をどうかして三子に継がせようと考え三子も幼児から長田にそういう教育を受けたのでその気になって親子2人でまず愚直な牧山康家を味方に抱き込んだのだったまた一方国代が兄信夫を快く思わない感情を助長させここに「一家謀を、 信夫を除くという恐ろしい計画を立てたのだったそこで4月10日の前3日に信夫が風邪をひいて寝込んだのを幸いに看護に事寄せ光子一人が付き添いついに毒殺してしまった最初の計画は何とかごまかして病死にするつもりであったがたまたまアメリカから叔父倉次郎の危篤を報じてきたので しばらく死を非してなお病床にあるように見せかけていたが11日に叔父が死んだ方に接し死体を隠して家出と偽りさらに12日遺産相続の電報によって急遽国王を信夫に仕立て写真を写して10日に生存していたことにして遺産を獲得しようとしたのだったさて次に信夫の死体の始末であるが 最初は病死とごまかすつもりであったがそれは不可能となり次に自殺と見せかけようとしたがもし推定死亡が10日以前になっては大変だし自殺なら自殺らしく死体を取り繕わなくてはならぬので三つ子は国夫と安家の2人でそれをうまくやってくれるように頼んだそして死体は林間でいじっては人に見られる恐れがあるから納屋に運ぶように言ったのだがなんぞ知らん。 そののには恐るべき計画があったのだ。すなわち美津子は「国をはむろんのこと生かしておいては将来邪魔になる安家をもともどもに殺そうと企てたのであった」会見の時刻は11時ということになっていたので美津子は目覚まし時計を利用し11時少しになり出すように仕掛け鈴を取り外し そこに毒ガス非化水素を満たしたゴム風船を取り付け、鈴を叩く種目に針を結び付け、これを密かに納屋の中に隠しておいた。すなわち、午後11時を少しく過ぎれば、目覚まし時計の鈴を叩く種目が動き出し、結び付けた針はゴム風船を突き破る。と、その瞬間に、恐るべき猛毒ガスが飛び出すのである。 この装置は警官の来る前にどさくさ紛れに容易に取り除くことができる雇い人たちにそんなことに気のつく気遣いのある者は一人もないのだもしこのつ子の恐るべき計画が成功したならば納屋の中には信夫の日数を経た死体と国夫と安家の息を引き取ったばかりの死体が発見されることとなってなんと奇怪な場面を展開したことであろう ところがここにつ子の誤算はゴム風船が破れる時には予想以上の音がしたことであったもっとも相当の音のすることは承知していたが死がほとんど瞬間に起こるから差し支えないと考えていたのだが臆病な安家は異様な物音にたちまち納屋を飛び出してしまったので逃げ遅れた国をばかりが倒れたのだった安家の家の床下に放り込んであったピストルは 実際に国を飲むのでそれを放り込んだのは美津子だった美津子はこうして一旦疑いを安家に向けたが安家はもちろん美津子を妻にするつもりだから美津子のことはお首にも言わずでたらめの陳述でごまかしていたが追及急でしかも美津子をかばうために信夫殺害のことは隠さねばならずとうとう心にもない国を殺害のことを自白したのだった美津子にしてみれば 安家が国を殺しで死刑になってくれればこの上はないのだがもし死刑の言い渡しでも受けると安家の気が変わり三つ子のことを言わないとも限らないので陪審艇で有利な陳述をしたことは前に言った通りであるなお前に書き漏らしたが「信夫の恋人云々は無論長田と美津子の作り事でありまた例の遺書は信夫の死を自殺に見せかけるために国尾が自失をしたのだが 後に納屋で国夫が信雄の死体に折り重なって倒れているのを発見されるや、みつ子はむしろ国夫を自殺に見せかけようとして、早速その遺書は国夫がしたためたものであると言ったのだ。かくてみつ子は恐るべき二系殺しとなり、安家は信男殺しの幇助罪となったわけで、国夫殺しについてはやはり全然無罪であったのだ。前に、 がもう少し信雄の死について追及しなかったのは遺憾だと言ったのはこのことであったさて作者はこの興味ある木内家の秘密母親長田の戦律すべき計画母と子の創告兄と弟との反目等についてもっと掘り下げて書くことのできなかったのは甚だ残念ではあるがちょうど指数の尽きたところここに この物語を終わろうと思う。